今回はあるかな、等の解説になります。ではどうぞ。まずは簡単な解説から。聖域における等の意味は、崩壊、災害、転落、破滅、悲劇、洗脳を意味しており、逆位置の場合だと、緊迫、不幸、屈辱、天変地異、誤解、必要あるの意味を持っています。次は絵柄について話していきます。比較にはウェイト版のものを使います。では上から順に説明していきます。数字の16、は、1と6を足した数の7で、霊的な領域やサイクルを表します。点があなたに新しいサイクルを与えることを意味しています。雷は、警告の他に、ひらめきやインスピレーションを象徴するシンボルです。黄色は良い変化や祝福を表すため、天からのアドバイスとも受け取れます。王冠は地位や権威を象徴します。落ちていることから、築き上げたものが、思わぬ方向から破壊されることを表しています。飛び散る火の粉の数は、大アルカナの枚数と同じ、22個。形はヨットと呼ばれるヘブライ文字です。この雷が天からの力によるものだということを表しています。塔は、バベルの塔と言われており、積み上げたもの、築き上げてきたものの象徴です。バベルの塔の解説。旧約聖書の創世記にある伝説上の塔。ノアの大洪水の後、人類がバビロンに天に達するほどの高塔を建てようとしたのを神が怒り、それまで一つであった人間の言葉を混乱させて互いに通じないようにした。そのため人々はコミュニケーションを取ることができず、工事を中止し、各地に散ったという。以上が絵柄の説明にあたります。ちなみにウェイト版以外の絵柄はこんな感じです。左から丸聖油版、塔とタロット、ウェイト版になります。ペルソナ5だとこんな感じです。では次に塔に該当するキャラについて紹介していきます。該当キャラは、カンドリ・タカヒサ、ムタツ、中島衆、小田信也になります。では左から順に。カンドリ・タカヒサ。女神イブン6ペルソナ、ペルソナ2×の登場人物。白トレイツカサとは琴母兄弟にあたる。聖エルミン学園の OB でもあり、在学当時は生徒会長だった。二重白でセベク社の五影教師社長になった男。デブは、ユガを作り出し世界中の人々を洗脳し、人類抹殺を企てようとする。しかし心の闇をペルソナに乗っ取られ、主人公たちに倒される。ペルソナ2では噂の力によって蘇り上条九鷹というナデス堂達像の秘書を務めていた。噂の力によって蘇った人間は全てニャルラとホテプの化身として剣れており、彼もまた化身であると思われる。ペルソナは、ニャルラとホテプ。なんでカンドリタカヒサが塔なのかというと、ぶっちゃけ私も知らん。ソースは曖昧だけど、一部メディアで記載されていたからとだけ。そんじゃ次。ムタツ。クラブ、エスカペイド、で飲んだくれる破壊層。説教好きで、主人公らに対しても説法を解く。昔は普通のサラリーマンだったが、御前様、もう当たり前の日々だったらしく、妻と息子に産業犯を突きつけられたことに起因して、実家の自家用を受け継ぐ。本人には小さな字らしいが、それでもそこいらのサラリーマンに比べればはるかに収入面ではマシらしい。主人公に説教めいた話をしているうちに別れた家族のことが気にかかってきたらしい。興信所の探偵を雇って家族の行方を探させ、謝ってやり直すため町を出て行った。よりを戻すことに成功したらしく、ラブラブな日常を送っているとのこと。嵐のような破天荒さは塔にふさわしいぜ。それでは次。中島衆。家庭教師を務めた先の男子中学生。成績優秀で母親からも自慢話をよく聞かされるが、本人はそのことをあまり心よく思ってなくて息苦しさを感じている。もともとは母に、頭の良い子、と褒められることが嬉しくて勉強に熱心になっていたのだが、いつしか勉強ができることだけが自分と母をつなぐ絆だと思い込むようになっていた。米が進んでいく中で彼のクラスに転校生がやってくるという話が聞けるが、その存在が彼の行く末を大きく狂わせていくことになる。頭の良い子、ではない自分には何の価値もないと思い、その状況に陥ることを何より恐れていたが、最後はそれが独りよがりだと気づき感謝の言葉とともに、自分のレールは自分で敷く、という意志を主人公に伝えた。最後には野球をはじめ、主人公に、電車まで届くようなホームランを打つ、と言い、成長ぶりが見れる。この絵面に悪意を感じるんだが気のせいか？それでは次。小田信也。百発百中の少年ガンマン。秋葉原のゲームセンターに通っている小学生の少年。あるオンライン眼シューティングで驚異的な強さを誇り、天才少年プレイヤーとして名が知れている。ギャラリーからは、キング、と呼ばれている。その銃の腕を享受してもらおうと主人公が取引を持ちかけ、怪盗団にメッセージを伝えることと引き換えに了承。人と絡むと人が変わったように、行が悪くなる。コープを進めることによって、彼の家庭事情と学校での出来事を伺うことができる。かなり荒れてる模様。
最終的には、精神とも憎さった母親を改心させたいとは言っていないが、元に戻ってほしいと願い、怪盗団に救いを求める。その後怪盗団、RY。その後は、勝負において、勝ちを固執していた少年から、負けても図があることを知り、主人公に感謝を述べる。コープを進めるにつれて、心が成長していくとてもいい話だぜ。んなわけでいろいろ話していきましたがいかがでしたか？東は、聖一、逆一ともにあまり良くない意味を持っているんだな。救いがないぜ。これは、逆一の方がマシなのかな？本日の動画はこれにて以上です。ご視聴ありがとうございました。